って本当にいいやつだぜ。連続少女失踪事件も解決したし、しばらくはオイラたちを狙おうとするやつなんていないはずだ。いっそのことをここでしばらく休んでいくのはどうだ。ほら、うん、ここもいいと思うけど。それにオイラたちが居座れる拠点なんてそうそうないぞ。うい、その前に読んだ探偵小説の作者が新作を出すんだ。じゃあ決まりだな。早く部屋に戻って休もうぜ。今回はこんな内容で来るなんてな。探偵小説だけどドキュメンタリー感じも。おいらはただお前よりちょっとばかし多めに寝てただけだぞ。旅人さんとパイモンさんが滞在されている場所はこちらでしょうか。あ、誰だ。見たことない顔だな。まさか面倒ごとを持ってきたわけじゃないよな。どうやら間違いないようですね。金髪の旅人さんによくしゃべる妖精さん、スピナディロースらに情報を聞いて正解でした。よくしゃべる。おいらこれでもだいぶ抑えてるんだぞ。お会いできて光栄です。私はパルメルモニアから来たのですが。ヌビレットがか。この前結構話したけどな。詳細は私も存じ上げないのです。なんだか嫌な予感がするぜ。それでは情報をお届けする役目は果たしましたので、これにて失礼いたします。おう、ここ数日ずっと引きこもってたから。じゅん。してなかったけど、ぼーっとしてたのか。それとも何か考え事か。ああ、君たちをここへ呼びよう手配したはいいが。もうこうして来ちゃったんだし、遠慮しないで言えって。と、確かに、君たちに任せたい用事がある。だが、まずは事の詳細を聞いてから引き受けるかどうかを判断してくれ。事の経緯はこうだ。状況は分かった。とにかくそのスネージナへのコード、召使いという執行官が君と外交的な面会を従っている。そういうことだな。彼女はもともとフォンテーヌ人だと聞いている。だがこのタイミングで突然フォンテーヌにやってきた挙句、唐突に面会をしようなどと。あくまで私の意見だが、断ることを真剣に進める。彼女の目的は君も分かっているはずだ。おそらく先日のタルタリア殿の件と関係しているのだろう。我々は自分たちの地でスネージナへの執行官を裁いたのだ。そして未だ
詳細な報告は出していない。確かにこれはスネージナヤが我々に外交的な圧力をかける絶好のチャンスだと言える。思うに合理的な説明の仕方と相応の対応策が決まるまではしばらく回避的な姿勢でいた方がいいだろう。いや、僕は今回の面会は受け入れるべきだと思う。なぜ？ほら、だってそのもともと筋を通していないのは僕たちの方だろ。面会を先延ばしにしたら問題がどんどん深刻になるんじゃないか。例えるなら、あ、ほら、友達同士で喧嘩した時に会うことも話すこともお互い避け続けてたらそのまま友情が終わってしまうなんてこともありえるだろう。現状のフォンテーヌとスネージナへの外交関係は悪くないものだと言えるだろう。しかしそれはあくまでも表面上の友好関係でしかない。友達と呼べるほどのものではないと思うが。だからただの例えだよ、例え。それに今は情報さえ不十分なんだ。直接話し合ったとしても仲直りどころか絶好になる可能性もある。いずれにしたってそこまで深く考えなくていいんじゃないかな。古墳、神の選択とはたとえ一時は歓迎を許すものではなかったとしてもいずれその卓越性が明らかになるものなのだよ。それに面会の時は君もいるわけだろ。何かあったとしても君なら臨機応変に対応してくれるはずだ。法廷以外の場における人との交流は私の得意分野ではない。どうやら君はいささか私を過大評価しているようだ。それに私も面会に参加するなど一言も言っていないが。来ないのか。 いやいや、ダメダメダメ。一人でなんか行くもんか。一緒に来てもらうぞ。絶対に君も連れて行くからな。フリーなど、よもやこの件について私に言えない事情があるわけではあるまいが。ないない。ほら、僕ってフォンテーヌの水神様で魔人名はフォカロルス。人々に愛され尊敬される正義の神なわけだろ。だからこの件はただ単に僕がそういう方向に進展させたいってだけで。とにかく深く考えないでくれ。今面会の手配をしてくるから。確かに外交的な面会とも言えるけれど、私は今日の面会をただのお茶会だと思っている。あなたもそうだろう、フリーナ殿。フリーナ殿。あ、うん、そうそう、君の言う通り、ただのお茶会だよ。そうだ、今日のためにお菓子まで持ってきてくれるなんて感謝しないとね。とても美味しそうだ。実はお茶会をより賑やかにするためにこの人を誘ったんだ。ヌビレット殿、お会いできて光栄だ。私はフォンテーヌ出身なのでね、紹介は結構。尊き最高審判官であるあなたのことはもちろん存じ上げているよ。ごきげんよう。私もお会いできて何よりだ。まずはお二方にお礼を申し上げる。私は公務で忙しい時フォンテーヌを離れることが多いのだが、ハウス・オブ・ハースの子供たちが大変世話になったと聞いた。おっと、何も我が子リネとリネットが無実の罪を課せられた件を言っているわけではないので、くれぐれも誤解なきよう。ハウス・オブ・ハースの子供はよく誤解されてしまう。おそらくそれもファデュイの評判と関係することなのだろう。これはどうしようもないことでもある。近年のフォンテーヌは情勢が安定し、民も豊かになった。子供たちも幸せに暮らせている。この現状は何よりも大切にすべきものだ。壊そうとする者などいるはずがない。タルタリア殿の件で来られたのであろう。うん、どうやら日々多忙な最高審判官のヌビレット殿はこのような社交辞令よりも
いち早く本題に切り込むことの方がお好きのようだ。そちらの言う通り、講師の状況を明らかにすることも確かにこの度の目的の一つだ。同じスネージナヤの外交施設として、そしてファデュイの執行官として、私は講師の同僚ということになる。ことがフォンテーヌで起こった以上、我々は互いの代理人として問題を解決しなければならない。私は代理人として講師の身柄をスネージナヤに引き渡すことを要求する。彼の身に起こった出来事については、我々もフォンテーヌと共同で処理する責任がある。代理人のルールが適用されるのは判決が執行される前のみだ。現在判決は執行済みであり、我々は解決済みと判断している。申し訳ないが、君の要求には答えられない。ここまでストレートに断られるとは。いいだろう。フォンテーヌの法廷における全てのルールを尊重しよう。最高審判官であるあなたを尊重するのと同じくね。では一歩引いてみるとしたらどうだろう。講師の身柄を引き渡してもらう必要はない。ただメロピデ要塞に入り、彼に会って状況を確認させていただきたい。まさかそれすら叶えられないとはおっしゃるまい、フリーナ殿。それはメロピデ要塞はかねてより自治状態にあり、我々でさえ干渉できないのだ。当然ながら外交問題も口実にはなり得ない。どうしてもあの執行官の状況を確認する必要があるとおっしゃるなら、私から一つ提案しよう。もう召使いが出てきたのか。そういや確かにリネも前に言ってたな、お父様がそろそろ帰ってくるって。あの時はまだリネがハウス・オブ・ハースのやつだなんて知らなかったから、そんな情報を無視しちゃってたぞ。ああ、忠告に感謝しよう。それについては私も身に染みて承知している。それから気づいたことがある。こと召使いに関する問題において、フリーナの挙動がいささか不自然でね。あ、もしかしてフリーナは召使いに脅されてるのか。もしそうなら私に説明しない理由はないはず。まして召使いは一体どのようにして神の弱みを握ったというのだ。おお、じゃあ違うか。確かにフリーナはいつもちょっと変だけど、それでも一応神なわけだし。実はこの件についてもう一つ厄介な点がある。メロピデ要塞内から届いた情報によれば、失踪に関する詳細は未だに分かっていない。すでに逃げた可能性も排除はできないだろう。だがメロピデ要塞以外の場所において彼に関する目撃情報は一切ない。メロピデ要塞には見張りがいる上、内部システムも整っている。特殊な場所だということもあり、このようなことが起こるはずもないのだが、おそらくタルタリア殿の失踪には何か裏があるはずだ。彼は君たちの知り合いだからな。司法的な義務を考慮してこの情報を君たちに共有した。じゃあさっき言ってたオイラたちに任せたいことって。ああ、メロピデ要塞へ行き、タルタリア殿が失踪した原因を調査してもらいたい。これこそがあの時召使いに提案したことなのだ。彼女を介入させない代わりに、他の人員にタルタリア殿の状況を調べさせ、詳細な報告を提示すると。召使いは不満そうではあったが、とりあえずはこの提案に従ってくれるようだ。彼女曰く、話は報告が出てからだということらしい。つまり少なくとも時間稼ぎはできたってことだよな。まず君たちはあの執行官とは長い付き合いだという前提がある。君たちにしか見つけられない何かがあるかもしれない。そして次に、メロピデ要塞の特殊性も理由の一つだ。メロピデ要塞ってただのフォンテーヌの監獄じゃないのか。
そうずさんな定義をすることはできない。メロピデ要塞はフォンテーヌの司法システムには属しておらず、かねてより自治という形で存在していたのだ。もともとフォンテーヌでは罪人への処罰は拘禁ではなく追放だった。そして現在においても処罰にはその習わしが引き継がれている。つまりメロピデ要塞は一見監獄に見えるが、その本質は追放された罪人たちが集う場所であると定義するべきだ。我々が行うのは監視のために監視を送り治安維持の協力をする、それだけだ。他の一切について深入りする権利はない。実は私もあそこの管理者とは少々個人的な付き合いがあるのだが、どのような立場であろうと関係なく、私も法廷も調査に直接介入する権利はない。だからオイラたちみたいな第三者にこっそり調べさせたいんだな。いかにも。君たちに偽の罪状を用意するので密かに調査してきてほしい。そうすれば不要なトラブルをかなり回避できるはずだ。というわけなのだが、二人とも私の願いに応じてくれるだろうか。おう、確かにどう考えたってオイラたちが一番適任だよな。心から感謝する。この件はフォンテーヌの情勢にとっても至極重要なことだ。それからどうかこたびの行動に関してはくれぐれも内密に頼む。準備ができたらエリニュス島のメロピデ要塞の入り口で落ち合おう。君たちを中へ送り込むための人員を手配しておく。準備って、何をしたらいいんだ。食事や入浴といったことをするといい。メロピデ要塞の生活環境は外とは比べ物にならないはずだ。そっか、罪状は偽物でも監獄に入るのは本当のことなんだもんな。その今さら後悔しても遅いよな。どうか安心してほしい。こたびの行動は君たち二人の時間と生活の質を犠牲に情報を得るというもの。どのような結果になろうと、全て終わった後には法を担う公人の基準、それも最高レベルのものに準じて相応の手当を二人に渡すつもりだ。よし、そうこなくっちゃな。旅人、最高にうまいもんを食べに行こうぜ。一ヶ月はうまいもんを想像するのが嫌になるってくらい食べてやろう。もちろんお前の上がりでな。行くのか。ついでにこのケーキを持っていくといい。個人的な謝礼だ。次の仕事は？くれたケーキは確かに美味しかったけど、これからの日々を考えるとまるで胃の中が空っぽになる気がしてくるんだぞ。そういえばオイラたち、フォンテーヌに来てからずっと変な法律に引っかからないよう気をつけてきたけど、結局自分からメロピデ要塞に行くことになるなんて、これが運命ってやつなのかもな。はあ、メロピデ要塞に着いたら急いで調査しようぜ。おいら監獄なんかに長くいたくないし。おや、
今何か聞こえたような。スクープの匂いがするわ。匂いは嗅ぐもんで聞くもんじゃないぞ。ってどうしてここにいるんだシャルロット。それがね、ある事件の目撃者からこれでもかってくらい情報を聞き出そうとここで食事する約束をしてたんだけど、結局すっぽかされちゃったのよ。落ち着け私。記者にとってこんなのよくあること。旅人からまた新たなスクープを掘り出せれば食事代くらいは返ってくるかも。おい聞こえてるぞシャルロット。なんでもないなんでもない。さっき君たちの会話からメロピデ要塞って聞こえてきたけど、まさか何かやらかしたのかな。そんなことないぞ。オイラたちがそこに行くのはただいやいまずい。内緒にするよう頼まれてたのを忘れるところだったぞ。そんなことで捕まったの。まあよく考えるとわからなくもないか。おぞましさで言ったら小さく見積もったって窃盗と同レベルだからね。おいらそんなひどいことしちゃってたのか。ごめんおいらが悪かったって。となるとどうやらビッグニュースでもなさそうね。残念だわ。でもまだチャンスはあるかも。君たちこれからメロピデ要塞に行くんだったら代わりに取材してきてくれないかな。それは多分やる時間がないかも。何もそんな難しいことじゃないって。ただ単にメロピデ要塞の管理者と可能な限り接触してみてほしいの。実は彼フォンテーヌから公爵という名誉市民の称号を授かっているの。すごいでしょ。こんな称号を得られるのはフォンテーヌに多大な貢献をした民だけだからとても少ないのよ。それにメロピデ要塞はずっと法廷の管轄外にあるから、私たち記者を含めてみんな彼についてほとんど知らない。だから彼に関するトピックを記事にできればきっと注目されること間違いなしでしょ。それはそうだけど、こっちにも事情が。もちろんただではとは言わないわ。今日の食事私におごらせて。よーし決まりだな。オイラたちに任せろ。交渉成立。そろそろ料理も来る頃ね。こんなにたくさん注文したの。お腹いっぱいだ。これでもう思い残すことは。ついていきます。ちょっと縁起でもないことを言っちゃったかな。できたぜ。ここから入るのか。予定通りだな。そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。気をつけてくれ。少し後ろに下がるといい。うわー、ここを降りてくのか。メロピデ水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し監視するのに適しているのだ。だが安心してほしい。
この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。そうだといいけど。でも自分が海底にいるって思うとやっぱりちょっと怖いよな。それからもう一つ、前にメロピデ要塞の管理者リオセセリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。彼は非常に聡明だ。おう、オイラたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ。ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。知らないのでは、では雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件どうか頼んだぞ。おう、安心しろ。無駄足を踏むつもりはないからな。うむ、マドレーヌ。はっ、ヌビレット様。新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心を。逃げるもんか。私についてこい。今からお前たちをメロピデ要塞へ連れて行き、それ。ここって海の中なのか。フォンテーヌで罪人になるのってこんな感じなんだな。ずいぶん機嫌が良さそうだな。お前たちのような楽観的な囚人は滅多にいない。今日はまた何で降りてきたの。ヌビレット様から直々にこの二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく他の者には任せられないと判断されたのだろう。ああ、いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。スマイル、やめてやめて。ここに来る囚人なんてみんなしけた面してるんだから。それにたとえ微笑んだって囚人たちからすれば心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない。確かに一理。よし、引き渡し作業はこれで完了だ。二人ともまずはここで登録をするんだ。はあ、任せて。あんたもさっさと光り輝く世界に戻りなさいよ。旅人にパイモン、合ってる？おう、合ってるぜ。先に罪状と刑期について確認するからね。君たちの罪状は、神の許可なくスネージナヤの施設が神のために誠心誠意用意した刑期を食し、フォンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。刑期45日。ヌービレットがあのケーキをオイラたちにくれたのってまさか。罪状からして
君たちが大事をしでかせる人物であることは分かった。フリーナ様のスイーツに対する愛を考えれば、こんなのほとんど水神暗殺みたいなものだもん。こっちもいい経験になったわ。ありがとう。でもメロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って、写真機で撮影するから。いいけど、いい感じに撮ってくれよな。これでよし。あとは別の人が案内してくれるから。生まれ変わる機会なんだし、大切にしなさいよ。生まれ変わるってちょっと大げさじゃないか。オイラたちがここにいるのってたったの45日だけなわけだし。お前たちだな、ついてこい。おお、オイラはパイモン、こいつは旅人だ。必要ない、どうせ覚えられないからな。行くぞ。その、お前ってここの看守なのか？ここって何か気をつけておかないといけないこととかあるか？もしかして聞いちゃいけないことを聞いちゃったかな？それに答える義務はない。何の利益にもならん。だから新人は嫌いなんだ。特別許可権のためじゃなかったらこんな仕事断ってたさ。特別許可権？ふん。お前らがベースを書くような鬱陶しい新人じゃねえことに免じて少しだけ話してやる。だが次からは特別許可権をもらうからな。ここじゃモラは使えない。その代わりとして使うのが特別許可権だ。こいつはメロピデ要塞のほとんどのものと引き換えられる。欲望も権力も運命さえも。つまりここでしか使えないお金ってことか？そんな簡単なもんじゃねえ。マレッテが言ったように、ここにいるやつは全員生まれ変わるのさ。過去にどれだけの富や勢力を有していようが、メロピデ要塞では全てを捨ててゼロから特別許可権を稼いでいかなきゃならねえ。全員同じスタートラインに立つってことさ。腐ったれな人生に生まれ変わる機会をってな。これこそが特別許可権の狙いであり、正真正銘の公平、本物の正義ってことだ。中には刑期を満たしても外の世界に戻りたくないとのたまう奴らも大勢いる。メロピデ要塞ってそんなとこだったのか。てっきりもっと監獄って感じの場所かと思ってたぞ。この場所についてはいい方にも悪い方にも考えすぎるな。今のうちにこの景色をよく見ておくんだな。もうじき見れなくなる。太陽と久しく会わずにいりゃ恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。重苦しさなんて感じなくなってくるがな。それから俺もお前たちと同じ囚人だ。
新人を迎えたのは特別許可権を手に入れるためのバイトに過ぎん。なんで黙り込むんだよ。無料コンテンツはここまで。こっからは有料だ。お前もらえじゃなくて特別許可権のことしか頭にないのかよ。そろそろ着くぞ。ここから降りろ。ほらお前も操作してみろ。